皆様こんにちは、田中小梅です。田中小梅の3分開運マジック、今日もどうぞよろしくお願いします。今日の話は、自分の中にこうもう一人の自分がいる。それはどんな自分かっていうと、まあ誰にでも必ず大なり小なり多かれ少なかれあると思うんだけれども、幼児期の、まあ、過去の幼児期の体験によって少しこうそれを思い出すとちょっとこう気分が落ちたりとかね、あとはどうしても忘れられない嫌な記憶っていうのもあるかもしれません。私自身はもうトラウマの塊みたいな人生でした。そしてだから大人になってもなかなか素直になれなかったりとか、あとはすごい幸せになりたい、そういう人ほど幸せになりたいはずなんだけど、幸せになりたいのに幸せになれることを想像できなかったり、私なんて幸せになれるはずがないと思っていたり、あとは親がああだったから、家庭環境がああだったから、お金がなかったから、まあいろんなせいにして自分で自分を幸せにすることをできない時代が長かったです。でもある日私は真剣に考えました、このまんま人生が終わってしまうのかってやっぱりちょっともう耐えられなかった。だからある日一日私はもう真剣に死のうか生きようかぐらい真剣に考えた一日がありました。本当に24時間考えて、その結果私はやっぱり死ねなかった、生きようって決めたんだけど、じゃあどうやって生きるか、これからは今までみたいにまた同じ繰り返して、自分を幸せになりたいのに幸せにならない自分にするのか、それとももう幸せにすることを決めるのか。そして私は幸せにすることを決めて今があります。本当に地獄から天国みたいなこの人生だったんだけれども、その間には何個も何個も開運の扉を開けてきました。そしてその開運の扉がこうね開いたことによって今の私が本当にいるんだけども、そのコツをね皆様にお伝えさせていただきたいと思ってこの動画を作っているんですけども、今日は、自分の中にその暴れん坊の自分がいる、怒っていたり泣いていたりひねくれていたり拗ねていたり、そんな自分は必ず誰の人の心の中にもいるんですね。その時にいるで終わらせるんではなくって、今日は大丈夫だよって声をかけてあげてください、ね、まずでも今日はこれはきっかけですよ、ね、始まり、この後もいろんな方法があるからね。でも今日はまず自分の中にいるもう一人の自分に、大丈夫だよ、大丈夫、私はあなたの味方だよって声をかけてあげてください、ね、ありがとう。それじゃあまた。